はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジーファイバーで続きやっていきたいと思います。前回ね、ここでね、ギルガメッシュを、まあ、倒したんですけど、源氏の兜取ってね、あとガントレットとなんだっけな、なんか持ってましたね。ハイポーションだっけな。それでここが、12階でも最後なんですけど、ちょっと初見なんで、どうなるかわかんないですね。あの、エクスデスだと思うんですけど、ただのエクスデスじゃないかもしんない。違うの出てこねえよな。邪魔をするな。エクスデス、お前の思うようにはさせない。ファファファ、私のしようとしていることがわかるのか？何？世界を元の形に戻そうとしてるんだぞ。邪悪の世界にか？そうではない。お前たちにはわからぬか。迷い、邪魔はさせぬぞ。ちょっと形の違うエクスデスだし、強いかなと思うんですけど、ちょっと、ああ、そうだ、忍者にしました。一応、アタッカー的に。セルとかも使うかな？ちょっとわかんないからね。もしかしたらイージスの盾とかさ、そんなのもいいかもしれない。お、エリクサー盗めた。一応保険はかけてんですけどね。これ絶対魔法使ってくるよね。普通に強くすれば勝てるパターンか、もしかして。これまだなんか持ってる。あー、またかい。めんどくせえな。じゃあね、魔法使ったらどうなんだろう。反撃とか来るのかな。とりあえず忍者後ろにしとくか、今のところ。これ、うわ、これ多分なんだけど、あれどこだ。風魔手裏剣、風魔手裏剣ちょこっと盗めたので。あったあったあった。結構ダメージいくっしょ。うわー、すげえ。3万ぐらいあると思うんだけど。あ、なんだ、リフレクかかってんのかい。なんだよ、リフレクかかって稲妻に弱い。稲妻弱点。そっか、サンゴの指輪そうでした。そうなんだよ。盗み損なった。とりあえず盗める。盗まないことには先に進めませんと。あ、寝びてとかけた方がいい。ブリンクがあってもいいしね。ディスペルかかっあったんですけど、あれはね、まあ、いてつく波動みたいなもんだからね。盗めねえかな。盗めないことには進めませんね。ベルテと。これでとりあえずアーシェーカーは食らわない。で、シュートクロテス。USL2 で。一人しか盗むないもんね。何やんだろうな。わお、エリクサー惜しみなく使おうか。あんまダメージ食らわすとやってくること変わってくるかもしれないので、まず、おっ、鉄がかかってる。一回解かれたっけ。風魔手裏剣やばいね、あれ。後ろから投げたらどうなんだろう。で、白魔法の後ろからテーブルを振り出してる。後ろからでも6000ぐらいいくよね。いいね。さあ、よし、やっぱ何も持ってない。白魔のライブだ。
ライブラ効かねえ。HP 見れないの。マジか。まあ、こっちちょっと強いかな。レベルだいぶ上がっちゃってるもんね。あー、そっか、そういうの。あー、めんどくせえな。手裏剣か、やっぱ。手裏剣とか、針千本とか。手裏剣だな。さばきの杖だったら別にいいのにすまない。あ、さばきの杖？さばきの杖ってさ。これ何効くんだろうな。ブリザがバイオ。なんか外れたけど。風魔手裏剣盗んどけって話か。うわ、これランニングはできませんでしたっけ。シロマの S まで。シロマの S まで。武器攻撃がパワーアップ、ウィークメーカー。なんだそれ。あ、ある属性に弱くなった。ある属性に弱くなった。かかってるよ。え、待って待って。これ、もしかして。あ、よかったよかった。あっちでリフレクかかってんの？やべ、サンダガはかかってんだ。サンダガ、うわ、フレア。使ったもの以外が弱点になってるかもしれないよ、もしかしたら。まず、あ、一回出せなくちゃならなくて。よし、間に合った。どうすかね。うわ、強いな。うわ、強い。強い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 、バカ。バカ。あ、何やってんの。なんだそれ。やっぱレベル上げすぎでもないかも。下手なことすると落とされるな。ってことはやっぱ火か。うわ、3500ってなんだあれ。強っ。そういうの、そういうのは良くないよ。よかった、盗んどいてエリクサ。これで、あ、そっか、磁場転換か。そっか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 。じゃあちょっとチェンジの。あー、ダメだー。大丈夫か。やばい。落ちた。落とされました。まさかまさかの落とされました。そっか、磁場展開したとき、そこ後ろに戻らないといけないってことか。これは食らわないでしょ。あ、なるほど。さばきの杖か。さばきの杖は、光の杖。さばきの杖。さばきの杖って盗めたよね。まあいいや、ちょっともう一回やりますね。なるほど。やってくること分かりましたね。はい、ジョブとか、アビリティとかね、まあちょっと倒せなかったら参考にならないんで、まあこれで倒せるかな、みたいな感じにはしてきたんですけど、盗めるのは裁きの杖とかだからいいね。ということで、全部外してきました。盗むは。だから、まあ投げるの、まあ手裏剣とかでもいいけど、手裏剣でも結構2、3000いくか。一回やってみようか。杖。ディスペルなんだけどさ、調合とかでね、
どうせエリクサー持ってんだったら HP 上げとけばいいなと思って。一番落ちたくないキャラだよね。どっちみちフレアとかかかったら落とされっかね。銀の牙がないのか。盗むとよかったな。で、ここでゴーレムとしてもいいし、とりあえず通常攻撃でやばいのは防げるでしょ。それで後ろにしとけば、あれだね。なんだっけ、後ろにしとけばフレアとかも防げるよ。ぶっちゃけなんかカーバンクルとか使えばなんか跳ね返ってダメか、全部回復されちゃうのか、なんかあれになってるよね。なんか弱点がよくわかんないんだ、こいつ。アクアブレスとか無属性で。これは効くってことか。回復したらなんで無属性で回復するのって言ってやろうかなと思ったけどね。だからレジストファイヤーとかレジストサンダーとか作ればいいんだけど、リーの牙がないから、とりあえず全員、バイカーにはしとくか。リーの牙は調達すればいいので。やっぱ投げるが一番いいのかってなってくると、いろんなもの盗んだからね、投げれるのはいっぱいあるんだけど、つや、やっぱこれか。ここは暗いね。ハリセンボンとか1000ダメージとかって結構大きいから、ね、あ、やべ、それで、とりあえずあれ落ちるでしょ、一番目が。よし、これでリンカネーションっていうのがあるんだけど、エーテルとフェニックスなのでね、エーテルとフェニックスに乗って、おそらく全開で生き返ると思いますと。いいねー。素晴らしいね。こいつアタッカー的にどうすんだ、やっぱクロマ同士かなんかで攻めるしかないよね。武器攻撃やっぱウィークの、待って、なんて言うんだ、あらゆる属性に弱くなった。そう、あらゆる属性に弱くなってんだけど、だからやっぱり上げとかないときついかな。やっぱ投げるで倒すしかないのか。いや、なるほどね。わかった。わかったわかったわかった。氷使ってきたので、氷防ぐのと、レジスト、サンダーもいるね。メグスリーとフェニックスもだね。じゃあ、とりあえず属性防御はなんとかするしかないんだ。あ、インカネーションあれよかった。で、エーテルとフェニックス乗ってまず一回ラストでしょ。情報ねえときついかもね。あ、でもそうでもないかな。倒せなくはないんだろうね。なんか投げる、だって魔法効かなかったもんね、何もね。多分溶けてる。で、物理があれだろ。で、調合の、あと、まずこれだよ。レジストサンダーが、やはり。レジストサンダーがメグスリーとフェニックスなんだよね。ちょっと待った。でしょ。ディスペルったら全部解けんのかな、
化けたもの。でもあれ溶けてないよ。まあ、そうそうだね。ホワイトホールって、アホか。レジスト、レジストかかってから一番下がレジストなんだけど、エーテルと変容で、これで、で、調合の、目薬とフェニックスなので、これでまずサンダーで一撃落ちることはないっしょ。でしょ？で、KR がで回復しとけばまず大丈夫ね。まあ、間あれば盗んでもいいけど、サバケの杖は普通に雑魚キャラから盗めたからそんなに焦るほどのものでもないかなーっていうね。で、サンゴ装備してるんで、一応水と火は大丈夫なんですよ。だから危ないって言ったら氷だからレジストアイスとかかファイガーは大丈夫だ。フレアはまずい。フレアは落ちる。で、落ちますけども、それこそリンカネーション。エーテルとフェニックスの方が大きいぞ。あ、大丈夫だ。大丈夫なんだったら召喚。タイタンとかどうなんだろう。地面回復するかな。あんま魔法使わない方がいいかも。あ、クラウンだ。タイタンはクラウンだ。今全部ダメージ。トラッ。あ、倒した。あ、攻略は、ウーマシュリケン。あった方がいいね。お頭から盗めるんですけど、結構レアなんで、やっぱ盗む大事で、盗むやんなかったら結構きつかったね。手裏剣投げまくるしかないので、これかける3倍の時間かかるってことだ。ね。なるほどね。風魔手裏剣なしでもいいけど、とりあえず地震が効くので、まあ地震と、風魔手裏剣の場合は地震とかね、手裏剣を売ってますので、手裏剣とか、あと調合でレジストファイヤー、レジストサンダーの、あとアイスあったっけ？それかなんかつければ効かなくなるんで、一撃死っていうのがなかったでしょ？で、巨人の薬でとりあえず HP2 倍にしとけば、大丈夫かなって感じしますけど、クリスタルが砕け散る。とりあえず倒しましたね。なんでシリが、びっくりしたんだけど今。こういうとこで、反応しないで、シリ。なんで今、シリ反応したの？自分の実況を横でまさか復唱されると思わなかった。びっくりしたね。今、奇跡起きて。多分、心狭い人とかだったら、風魔シルキンで倒すなよとか言うんでしょうね。だから何かしらその風魔手裏剣があそこで盗めるってことは、そこでやっぱりヒントがあったってことだよね。あれは？大勲章、帰ってきたの？ああ、フリーズしないね。ここで止まるみたいなんですよ、普通にやっちゃうと。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。よしよし。はい、ということで、エクスデスはね、ここにセーブしとこうか。あ、違う。ここだ。あ、どうの方がいいかな。とりあえずここにしといて、まあ、10分ぐらいだね。これで、なんかいろいろ何聞くか分かんないからやってみようか。ちょっと時間あるし。だからぶっちゃけなんですけど、今ちょっとやり直したんだけど、別にね、まあ、クリアしたからいいけど、飛ばしといてさ、とりあえず物理防御と、レジストサンダーとか、あんなのは大事だよね。調合とかね。調合ってやっといて投げるでいけんじゃねえの？ダメかな。風魔手裏剣使わなくても、手裏剣とかでも、売ってるものでも多分クリアできると思いますけど、あの調子だと。だレジストサンダーと、まあ、サンゴの指あるから、とりあえず水。まあ、水使ってこなかったね。水と、まあ、火は大丈夫なので。そうだね。吹雪無効とかもあるんだよ。あ、これどうしようもねえわ。やっぱ時空あった方がいいか。調合で、レジストサンダーが、メグセリとフェニクソンなんで、まあ、これはかけといた方がいいかな。
ぶっちゃけこれでディスペルかけられっけど、投げれんのかカエルさんが。あ、そういうことなんだ。あ、直すやつあったな。なんかフェニックスの音、カメの声か。これで一応治っちゃ治るんだけど、万能薬、火の宣告のあたりが荒いけど、うわ、あ、なるほど、そんなについてんの。反撃でね、ディスペル使ってくるんで、これはまずいな。白魔法を持ってきてないのか。だから亀の甲羅と、まあね、直すしかないわね。やっぱり白魔法ないときついのか。全体回復するのなんかあったよな。全体回復だけど、まず1回出せる？エーテルトフィニックスので。で、下と上に、レジストサンダーどこまでやったっけ。あ、これ、あ、こんなんだ。めっちゃ攻撃で通んのこれ。あ、まあ、まあそんなもんだよな。手裏剣だけでもいけっかも。どこまで使ったか忘れちゃったわ。下取り使ってないもん、確かに。これで雷はまず大丈夫で、ここがまず回復しないとまずいんで、まあ、裁きの杖欲しければ誰かしら盗みつけておいてもいいかもね。ただ倒すのがちょっと遅くなったりするけど、あ、みんな倍数じゃん。そうだ、42で倍数で、これ覚えてから来た。やられちゃうかな。42はまずい。でもなんかいけそうだよね。ずっと手裏剣投げて今のレベル3フレア食らわなかったらね。だって攻撃あれで防げるってことでしょ。そっか、そんなん使ってくるのか。おお、ちょっと運いいね。緊急波の調合ができれば間に合うんですけど。お、なんか耐えたよ。5しかなかった。もう絶対やられたと思ったのに。あらゆる、ここでかまいたちですごい食らうよ。
ギャルガだったか。あ、ギャルガだったね。お、いいね。ホーリーとか、そっか、そういうのがあんのか。暗いすぎ。お、エーテルがなくなった。まあちょっとえぐいことやってきていますけどね、相手にね。巨人の薬使えばもう結構楽だよね、まあ、倍になるから。あと竜の薬漬けとかあれば。うわ、めんどくせえ進化でした。フェニックスの音からの声。まあ、全員回復のね、アイテムとかもね、一応あるんで。この HP はまずいか、さすがに。アイシールド、装備してます。ここはダメだけど。したくなったら終わってたね。なんだかんだいけんのかな、どうなんかな。毎回いけそうだよね、頑張ればね。白魔法もう一人ぐらいつけていいか。一番上白魔法でもいいかもしれない。下はやばいよ。ああ、食らうな、やっぱり。やってくれますね。いやー、面白い。ああ。そこレジストかかってなかったか。今かけとけばだいぶ違ったな。ダメだ。ダメですね。だから、咳が防ぐのもあるから、だから、咳が防ぐ、まあ、今やられちゃいましたけど、咳が防ぐ装備をして、レジスト、サンダー、ファイヤー、まず家系の巨人の薬いるね、やっぱりね。今戦って思いましたけど。
だからかけれる時にいっぱいかけておいた方がいいかも。まあちょっとやられましたけど、まあ勝てたんで、さっきのはね。だ風魔手裏剣投げたらもう倒してたんじゃない？ね。いや、もう属性を制するか何を制するかだね。まあ一応セーブデータ取ってあるので、まあこれをね、またちょっといろんな戦い方したいかな。ね、これで戦い方見つければだいぶまたね、上達すると思うので、それでここ進めていこうか。とりあえず後でエクセスのデータ取ってありますね。だここのデータは第二世界なんで戻れますんで、ここも第一世界なんで、あと21を始めて、ここセーブしていけばいいかな。ね。はい。ということで、まあちょっと時間来てしまったんで、まあちょっと惜しかったけどね、倒せなかったんで悔しいですけど、まあやり方次第では何とでもなると思いますので、まあ調合全員持ってれば楽かな。あとアイテムがね、いっぱいあればいいので、リュウグの牙なんか盗むじゃないと手に入らないので、ちょっと貴重でもったいないのであんま使いたくないのでね。どっちみち今のはセーブしたくなかったんで、まああのまま進んでいこうか。風魔手裏剣4つなくなったの痛いけど、まあ手に入らないアイテムじゃないと思います。はい。ということで、まあ、手に入んなかったとしても、何かしら違う方法見つけてね、攻略考えていきたいと思いますのでね、今後ともよろしくお願いいたします。はい、あとね、まあ、やり方次第では、今のパーティーでもね、まあ、自分ちょっとやられちゃいましたけど、まあ、敵やってくることとか、ちょっと運良ければいけたかもしれないし、ね、逆に運悪ければね、瞬殺されてたかもしれないしね。だけど、上手い人とかだったら、やっぱりね、調合とか全部頭入ってる人とか、もいると思いますんで、あ、これやったらいけるのになとかね、だから何々した方が良かったのではってね、言われてもね、もう終わってしまって後残りになるので、データ取ってあるのでね、まあ後でね、こんな倒し方ありましたとかね、まあ時間があれば紹介できるかな。ただ絶対やるとは限らないので、まあそこら辺ね、ご了承いただければいいかと思います。まあゲームはね、楽しくやるもんなんでね、まあこうした方がいい、ああした方がいいって言われるよりも、まあ自分でね、見つけてね、進んでいった方がね、いいので、ね。だから、あ、これどうやったらいいんだろうなって自分がもし聞きたい時にね、これどうしたらいいんですかって聞くと、もう人間って聞く体制になってるので、覚えるけど、もう、例えば、このゲーム始めて1から最後まで言われても全部頭入るわけがないので、その要所要所でね、あ、こういう攻略法あるんだってね、覚えていって、まあ、人間って忘れるんですけどね、まあ、その積み重ねにより、だんだん熟練が上がっていくんじゃないかなって自分思ってますので、もう本当にそうだけど、上手ければね、すごいけどね、偉いってことはないので、まあ何よりもゲームってやっぱ楽しむことなんでね、そう思いますね。なんでね、楽しく今後もやっていきましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。